それでは行きます。先行マイケル、後攻フランケン、発祥節日本勝負、レディーファイ、レディーファイ。いや、確かにじゃんけんは強かった。それでもいいさ、俺のやり方そうだな。ちょっとハウるけど大丈夫。俺が作るパンチライン。いや、結果より経過、命かけて喧嘩。これが俺のやり方、見ててやるぜ、マジでワンパスがかますぜ。よ、マジでそうさ、お前ビートの使い方がそうさ、つまらないぜ、ダサいぜ、もったいないぜ、俺は多彩で、どんなフローもガッツリ乗せていく状況で、のぼせてるお前に対して、俺は一発吐き出す言葉、パーそんな感じで、パーで勝って、マジで後半通った状況で、かま即興、お前を言葉で調教するのが楽勝な話だぜ、お前も鼻血出して、そう、俺はこの賞金で花びら大回転のピンサロでも行こうかなって思い描いてるぜ。いや、何言ってんねんって思うけど、いや、確かにビートが聞きにくいからごめんねと言うしかねえな。そうやな、俺ならさっきの試合で翔一郎さんに嫌われた、だけど嫌われたっていい、脆くたっていい、ただ芯が枯れたって、死ならけりゃいいんだよ。よ、マジでそうさ、ビートがなんとか言い訳ばっかりだな、お前ほんと全然ダメだな、言い訳だな、言い訳ばっかりだって、俺はそうさ、ここ出て近所タバコ一本するために家から出た状況でピザを配達人が困ってたから話しかけたら、フランケンさんですねって言われて、マジでそうさ、ちょっと小さい音でいいか、小さい声でいいか、ちょっとサイファーやってくださいって言われて、俺サイファーやったからマジ準備運動完了してる状態でこの場でフリースタイルかましてるんだよ、この雑魚が速攻で消えな、俺はこれから投資事情だ、お前は俺と当たって衝突事故だ、そんな感じでお前消灯する時間だ、終了ですよ。